陰、陰、陰代、陰代、とも。紀元前17世紀頃引く。紀元前千四4 6年は、古代中国の王朝である。文献には、アマネが夏を滅ぼして混流したとされ、考古学的に実在が確認されている、中国最古の朝である。昭使用、小朝、印象とも呼ばれる。紀元前11世紀に、ミカドシンの第二、衆によって滅ぼされた。 陰虚革命。陰居から出土した甲骨文字には王朝名及び陰は見当たらない。州は先代の王朝名として陰を用いた。陰後期の首都は出土した甲骨文字では将と呼ばれた。鄭州市の二里丘文化、紀元前1600年頃く紀元前1400年頃は大規模な土壌が発掘され、初期の将、陰王朝、鄭州症状、 建国者天王津の白と、推定と同定するのが通説である。園子の屍根号港で、小、陰王朝初期、低州症状と、同時期の大規模な土壌が見つかっている。これは二次頭遺跡から約6キロメートル東にある。陰居のすぐ北東、水北岸に、陰中期の都の城の遺跡が発見されている。花園草村。文字を刻まず、 戦国した重骨が出土している。陰中期に至っても、文字資料はほとんど全く出土していない。元安陽史の陰居、大優勝は、紀元前1300年頃から陰滅亡までの後期の首都。高骨分が商遁村で出土することが契機で発掘が始められ、その地区が宮殿及び工房と考えられ、首都の存在が推定された。都の城の遺跡は見つかっていない。 水を挟んだ北側では22大王の武帝以降の王母が発掘されている。甲骨文からもここにといたのは武帝の代からと考えられるが、竹書記念では19大王の蛮行によるとある。陰の考古学的研究は陰巨から出土する甲骨文字、亀甲十骨文字の発見により本格的に始まった。これにより、四季に言うところの陰の実在性が 疑いのないものとなった。甲骨戦国では上皇が始祖として扱われ、天音ね縄、等が、建国者として、極めて重要に祀られている。以下、大部分は死書に基づく。章の名前は、通史などで、陰王朝の祖、K が章に封じられたとあるのに由来するとされ、章書でも章が使われている。伝説上、陰の始祖は、K とされている。K は、 勇士の娘で帝の慈悲であった官敵が、幻聴の卵を食べたために産んだことされている。帝は帝、春の時に、宇の治水を助けた功績が認められ、帝春により、章に封じられ、個性を賜った。その後、帝の子孫は、大々夏王朝に仕えた。また、帝から、天乙、湯までの十四代の間に八海とを移したという。夏の結王年間。 地球規模の気候変動、紀元前1628年の寺島噴火もあり、その知性はひどく乱れた。死書が正しければ、ケツはこれ以外にも、防勢を敷いていたという。これに対し、陰の塔を、K から数えて13代目、天マおつとも言うは、天命を受けて、悪性を正すとして、賢人、これまさの助けを借りて放棄、名城の戦で、夏軍を撃破し、各都市を、 破壊、こうして、夏は滅亡した。現代の考古学調査によると、夏の都市の一つであった持ち経路遺跡では、院による、激しい破壊と虐殺の跡が見つかっている。遺骨の多くは、手足が刃物で切断されたり、顔が陥没しており、実際には院が力によって、中原の支配者の座を勝ち取ったことが忍ばれる。遺跡からは、夏人のどれも既存された遺骨とともに、 陰の聖堂の武器も出土する。このようにして、夏を打倒した、天音ニは諸侯に、推挙されて、王となった。白にと置いた。陰の四代目の王太志公は、暴君であったために、これまさに追放された。後に太公が反省したので、これまさは許した。あと、太志公は前世を敷き、大層と称された。王陽土のとの時に、王朝は、 一旦衰えた。王陽土のとの次の王太子母は、賢人イーノボルを任用し、前世に勤めたことで陰は復興した。王太子母の功績を称えて、王太子母は、中宗と称された。中宗の死後、王朝は再び衰えた。王宗ツは、賢人、カンナギ賢を任用し、前世に勤め、陰は再び復興した。王宗ツの死後また王朝は衰えた。 大番皇は、隠居、大優勝に0 0し、湯の頃の前世を復活させた。大番皇の死後にも王朝は衰えた。大武帝は、賢人不越を任用し、隠の中高を果たした。武帝の功績を称いて彼は、皇宗と称された。武帝以降の王は、おおむねヤングな暴君であった。王朝最後の三角心、中王は即位後、火の脱気を溺愛し暴政を行った。 そのため、州の武王に注され、牧野の戦い、陰はあっけなく滅亡した。現代の考古学調査によると、陰は占いによって政治を行い、そのために多数の人心国を必要とした。中国の文字である漢字は、骨に刻むための象形文字として始まった。これまでに2012年現在、少なくとも1万4千体の陰外に、 生贄の犠牲となった人骨が発掘されており、それらは院以外の他の部族から見せしめ的に要求され、献上された人身国であった。このような恐怖政治は他の多くの部族の反感を買い、やがて州や美など東西南北の八つの従属国家が密かに連絡を取り合い、連携し、やがて中央がアズマエビスの聖罰に乗り出した隙をついて反乱。 マキノの戦いで陰軍を撃破し、王朝は滅亡した。陰の王位継承について、指揮を表した。芝仙は、これを、漢の時代の制度を当てはめ、漢の時代になると、いくつかの氏族で、君主権力を共有することなど考えられなかった、親子相続及び兄弟相続と解釈したが、浮き図表、後年の喫光重骨文字の解読から、基本は、非世襲で、必ずしも、 実施相続が行われていたわけではなかったことが判明した。陰は、氏族共同体の連合体であり、陰王室は少なくとも二つ以上の王族、氏族からなっていたと現在では考えられている。仮説によると、陰王室は十の王族、公、貴は、氏族名と解釈からなり、不規則ではあるが、原則として、公、乙つ、兵、兵、兵は、 早い時期に消滅の四つの氏族の間で定期的に王を交代していたとする。それ以外の、母、おのれ、かのえ、しん、みずのえ、きの六つの氏族の中から、臨時の中継ぎの王を出したり、王妃をめとっていたと推測される。上記と関連して、陰の王族は太陽の末裔と当時考えられており、三界行の伝える十個の太陽の神話は、陰王朝の十の王族。 氏族の多い交代制度を表し、芸により九個の太陽が用途されるのは、一つの氏族に権力が集中し、兄弟化したことを反映したものとする解釈もある。中央の子である武皇は、州の武王に、陰の古地に封じられた。武王の死後、武皇は、武王の兄弟、監縮新た、再宿土、各縮ところと共に反乱を起こした、三冠の乱が失敗し、 宿土以外中殺された。宿土は追放されたがその子が継いだ。その後、六父、武功の叔父のほの子、慶、中央の2が僧に封じられ、院の祭祀を続けた。ほの子慶には、着子がなかったため、同じく、中央の兄の美中広氏が僧孔を継ぐ。一説もあるが、その美中広氏の子孫が孔子とされ、その後の孔子の家系は、 世界最長の家系として現在まで続いている。中央のおじ騎士は朝鮮に渡り騎士朝鮮を建国したと中華人民共和国では主張されているが、中国人によって朝鮮が建国されたことになってしまうため、韓国側はダンクン朝鮮こそ初の王朝であり、騎士朝鮮は単なる後世の創作であると主張している。商人という言葉は、商。 隠人が国の滅亡した後の制御として各地を渡り歩き、物を売っていたことに由来するとされる。そこから転じて店舗を持たずに各地を渡り歩いて、物を売っていた人、あれは、小の人間だと呼んだことから、商人という言葉が生まれたというものである。ただし、白川聖は、小に、商業、小古の意があるのは、亡因のあまり末が国滅んで、 後行商に従ったからで後する説もあるが、商には商の意があり、大償、商職、徳のために商が行われるようになり、後にそのことが形式化して商行為を意味するものとなったものと思われると規定している。州が因を滅ぼしたのは、具体的に何年の出来事かを推定する作業が進められている。 中国の夏昇周年表プロジェクトはこの出来事を紀元前1046年であるとした。古い説では、畜書記念に武王から竜王、青春最後の王まで257年という記述があり、竜王が死んだのが紀元前771年のことなので、陰が滅んだのは紀元前1027年の出来事となる。また、漢書には、 週は867年続いたという記述があり、これからは紀元前1123年の出来事となる。それ以外にも多数の説があり、陰滅棒を一番古い時代に置くのは紀元前1127年、最も新しい時代では紀元前1018年となっている。陰社会の基本単位は夕と呼ばれる種族ごとの集落で、 数千の優が数百の豪族や王族に従属していた。陰王は多くの氏族によって衰退された君主だったが、報告と呼ばれる地方勢力の性罰や外敵からの防衛による軍事活動によって次第に先制的な性格を帯びていった。また、宗教においても陰王は深海と人海を行き来できる最高位のシャーマンとされ、後期には仲裁制度による 大量の生贄を捧げる、鬼神崇拝が発展した。この王権と神権によって、陰王は、自らの地位を強固なものにし、残酷な刑罰を制定して、統治の強化を図った。しかし、祭祀のために戦争捕虜を生贄に捧げる慣習が、周辺諸子族の恨みを買い、陰に対する反乱を招き、陰を滅亡に導いたとする説もある。現代の考古学調査では、 これまでに発見された院によるイケになった人の骨は計1万4000体に上る。陰王朝の軍隊は士族で構成され、陰王による徴収を受けると、普段は濃厚に従事していた士族の構成員たちが武器を取り、出生する軍隊を編成した。この軍隊を指揮するのは各氏族の貴族だった。強大な軍事力を誇った陰王朝は、 度重なる戦争に勝利を収めるために兵種、戦法、軍備などを発展させていった。その中で特筆すべきは三死戦法という大量の戦車を活用した戦術である。陰王朝が不評中心の軍勢から戦車を中心とした軍勢に変化するのは陰の支配域が拡大して甲賀中華流域や中原など戦車をシックさせるのに適した平原地帯が 戦場になっていったからと考えられる。両子春秋によると、院の東王が夏の決王を打った時、両者七十条、両、必死、決死隊六千人があったといい、例三百0社、至る三百社と記載された甲骨文があることから、一度に戦役に出撃した戦車は三百両にも達していたことが伺える。戦車は、不評と共同して戦いを行った。 一両の戦車には三人の兵が乗り、左側の兵士が弓を、右側の兵士が矛や顔持ち、中央の兵士が魚舎となった。戦車部隊は五両が最小単位で、戦車兵十五人と付随する不評十五人からなっていた。百両の戦車と戦車兵と不評が、それぞれ三百人、二十五両の戦車と戦車兵と不評が七十五人という風に、戦車が五の倍数で、 戦車兵と不評は15の倍数で編成されていた。戦車の運用法では3子戦法が編み出され、これは軍隊を左、右、中の3つの部隊に分け、互いに連携して敵に対処するというものだった。軍備については、戦車戦に適した矛や矛、弓や木製の盾、刀などが使われた。その他でも陰王朝では、かと矛を合体させた矛が発明されている。 矛や矛の材質は、青銅製で、弓矢の矢尻の材質は、石器や国旗なども使われた。防具については、戦車兵が立ったままの状態で戦車に乗っていたため、標的にされやすく、そのため重層化が進んだ。陰台の鎧は、比較から、兜は、青銅で作られている。また、敵の弓矢から身を守るために盾も戦車には、用意されていた。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。